それでは先日発売されました鉄道コレクション近鉄3200系3両セットのレビューをしていきます。先頭車1両と中間車2両の3両セットになっています。このセットを2つ組み合わせることで6両のフル編成が再現できます。先頭車、パンタグラフ1つの中間車、パンタグラフ2つの中間車の3両セットになっています。こちらがパッケージの裏側です。編成図が、こちらにありまして、中間車はパンタグラフ1つの車両が2両、パンタなしが1両、パンタ2つが1両というふうな組み合わせになります。それからシールの貼る位置と、あとは別売りパーツ、動力ユニット、走行用パーツとパンタグラフが、指定されています。それでは開封していきます。では1両ずつ見ていきます。まずは先頭車です。先頭車の顔の部分、ヘッドライト、標識灯、テールライト、それから、連結器、ダミーカプラーや、スカートが再現されています。まあ、斜めから見た状態でも、この立体的な造形が綺麗に再現されているかなというふうに思います。まあ、塗装は全体的には、やや艶消しがかっているのではないかなというふうに思われます。屋根上はこのようになっています。それから、つま面は、貫通路がついています。で、反対側このようになります。2両目は、パンタグラフ1つの中間車です。床下に VVF 装置がついています。反対側です。で、屋根上がこのようになります。で、車端部ですけれど、まあ、パンタ側には配管が表現されています。3両目は、パンタグラフ2つの中間車になります。まず屋上から見てみると、パンタグラフ1つ目と2つ目とヒューズボックスがついています。で、配管ですけれど、こっちヒューズボックスのある方に、配管がついているというふうになります。はい、それから台車ですけれど、ちょっと横か、真横からでは分かりにくいんですけど、ちょっと斜めにしてみたり、下から見てみると、若干平べったいかなというような印象がありますが、まあ、それでも細かいところまで表現されているかなというふうに思います。では、ここから付属パーツを見ていきます。まず台車枠に関しては、1両分ついています。それからアンテナ類ですけれど、列車無線アンテナと、誘導無線のアンテナが2つというふうな構成になっています。それから、シール、ステッカーに関しては、それからステッカーはこういった内容になっておりまして、前面方向幕、側面方向幕、そして車体番号と、車椅子マークや VVF マークが、含まれています。行き先に関しては、急行の京都線、奈良線、橿原線系統と、普通や、地下鉄の行き先が入っています。最大時は大和西大寺、難波は大阪難波というふうになっているものになります。はい、それから別でパーツを買ったんですけれど、これは、世田谷総合車両センターさんの、近鉄3200系用の表金ネタを購入しました。はい、それからフル編成にするために、パンタなしの屋根が1両分付属しています。はい、では、これを組み替えていきます。パンタ車が、こうなって、
そうですね。で、この2パンタのやつを1つ、パンタなしに変えてあげると。で、戦闘車を、こうやっておくことで、まあ、1両目、2両目、3両目と、4、5、6というふうな、6両編成になります。はい、というわけで、屋根を取り替えてみました。これでパンタなしの中間車になりますと。で、まあ、ただちょっと配管がつまめについてるのは、まあ、致し方なしということで、まあ、これ削るかどうかはご判断になるかと思います。また床下に関しては、今のところとりあえずの VVVF の主制御機がついてますけれど、まあ、これも外すかどうかっていうのをまあ考える必要があるかと思います。で、編成に組み込むと、まあ、こういった形、こういう形になります。はい、ということで以上で近鉄3200系のレビューは終了になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。